若狭勝弁護士、ジャニーズ性加害の補償問題に期限付きでロードマップ示さないと、そしてだとすればそういうところを言って名乗り出た人、被害者の方には大いを痛いようはするけれど、とは言いながら、まずは12月末までにはちゃんとやります、そういう期限付きでロードマップを示さないと企業側はついてこれないと思いましたと語った。さらに11月から補償の支払いを始めるようなことが発表されていましたけど、もし11月から始めるのだとしたら、すでに被害者補償の枠組み、どういう基準でどういう人に対してどの程度払うのかっていう大枠が決まっているはず。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が4日フジテレビ系情報番組目覚まし8に出演し、2日に行われたジャニーズ事務所の会見内で明かされた被害者への補償について試験を述べた。